市場縄手学園短期大学は大阪府大東市学園長6-45に本部を置く日本の私立大学である。1964年に設置された。大学の略称は縄単。設立者である学校法人市場縄手学園は1926年創立の市場縄手高等女学校を母体とする。過去にあった学科市場縄手学園短期大学では 数多くの資格取得を目指す教育を実践している。保育学科では保育士資格、幼稚園、教諭2種のほか11資格、ライフデザイン総合学科では、関西の中では最も多い38資格が取得できる教育カリキュラムを取り入れている。学内受験ができる環境を整えており、普段学習している、講義室での受験を可能としている。 資格保育学か11資格ライフデザイン総合学か38資格 IT 系、資格9資格ファッションビジネス系、資格12資格医療系、資格15資格食健康系、資格6資格心理学系資格4資格過去の資格教職家庭大学関係者出身者、市場縄手学園社会人教育委員会が運営する地域貢献事業を取りまとめているセンター。 社会人リフレッシュ教育講座、縄手保育学講座、市場縄手学園短期大学公開講座などの申し込みの窓口や講座の企画、運営を行っている。社会人リフレッシュ教育講座縄手保育学講座市場縄手学園短期大学公開講座、近畿版大学、短大完全マニュアル P204 より2003年度発行。ありがとうございます。